ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。終わったわ、終わった。霊夢、人生終了のお知らせです。いきなりどうした？明日から食べるものがないのよ。うわーん。とりあえず何があったか話してみるんだぜ。山崎春のパン祭りって知ってる？シールを30点集めると白いお皿が漏れなくもらえるっていうあれのことか？毎年ギリギリ届かず涙を飲んできたから今年は30点分パンを買い占めたのよ。再来の執念が半端ないな。だってオフランス製なのよ。それにお金で買えないものって欲しくなるじゃない。なのに山崎のパンは発がん性物質が入ってるってネットで見ちゃったんだよ。ああ、それか。山崎は以前から叩かれてるからな。知ってたの？だったらどうして先に教えてくれなかったの？無茶を言うな。今月の食費を全部パンに使っちゃったんだよ。もう私にはパンを食べて病気になるか、飢えて果てるしか道は残されていないのよ。しくしく。どうせまた一部の情報を鵜呑みにしてちゃんと調べていないんじゃないか？まさしく知ればそこまでビビる必要はないし、パンを安心して美味しくいただくこともできるんだぜ。マジで？ぜひ教えてください。それじゃあ解説していくんだぜ。ゆっくりしていってね。一般的に呼ばれている山崎は略称で、社名は山崎製パン株式会社。1948年に創業されパンの普及に努めてきた。現在はパンの国内シェア4割の業界最大手であり、世界的には第2位の規模を誇っている。お菓子の製造販売もしてるし、デイリーストア系のコンビニ展開もしてるわよね。また富士屋、東波と、山崎ビスケットなどを子会社を傘下に持つ大企業だ。だが昔からバッシングされることも多いんだぜ。やっぱり発がん性物質を使っているから？うむ、臭素酸カリウムという遺伝毒性発がん性物質で、食品添加物批判の週刊誌記事や書籍では、必ずエントリーされ猛バッシングを浴びる物質だ。したがって山崎製パンも毎回叩かれている。この物質を使ってるのは山崎製パンだけなの？1953年に食品添加物に指定されてからはパン屋さんでも一般的に使われていたんだ。驚きの事実が。臭素酸カリウムにはパンをふっくら美味しく焼き上げる効果があり、製パン業界では誰でも知っている。だが70年代には発がん性を疑う声が高まり反対運動まで起こり激化。その結果、多くの業者は臭素酸カリウムの使用を自粛することになった。山崎製パンは？変わらずに使用し続けていたぜ。この時点で発がん性については疑問レベルでグレーゾーンだったからな。だがこの頃から実験、研究が進められ1982年には発がん性が公表された。やっぱり発がん性物質だったのね。そこで厚生省は新たな使用基準を設定した。最終食品に残存しないこととしてパン用小麦粉のミニ基準量の使用が許可された。ごめん、意味がわからないんだけど。本来、発がん性が認められた食品添加物を使用することはできないんだ。だが臭素酸カリウムは加熱などの製造過程で分解される。こうして焼き上がったパンに成分が残ってなければ人体の健康に悪影響はなしということなんだ。この、規制範囲内で使用し残ってはならないというガイドラインは今でも変わっていない。ふむふむ。でもさ、巷ではどうしても発がん性ってところだけが切り抜かれるような気がするわ。うむ、特に山崎製パンは長年臭素酸カリウムを使用していたため、発がん性の添加物を使用する企業というイメージで批判されることが多かった。みんなちゃんと調べないで一部の情報だけ切り取って大騒ぎしちゃうのよね。それ、霊夢が言うか？えへ。2008年に山崎パンはなぜ過敏ないかという本が出版されるとさらに叩かれることになる。私がネットで見た時にその記事もあったわ。カビないパンなんて恐ろしくてガクブルだったわ。ちなみにパッと見だから詳しくは知らんけど。だろうな。書籍では山崎パンは発がん性物質が使用されているからカビないという内容なんだが、そもそも臭素酸カリウムは防カビ剤ではないし、カビとの因果関係もない。だがインパクトのあるタイトルとそれっぽく書かれた内容を信じる人も出てきた。何の科学的根拠もないわけだが、山崎パンはヤバいと広まりまた叩かれるようになってしまった。実際のところ、山崎パンはカビないの？私はカビる前にすぐ食べちゃうからよくわからないんだけど。山崎パンに限らず大手パンメーカーで製造されたパンはカビにくいんだ。やっぱり防カビ剤とか保存料なんかの添加物が入っているから？パン工場は微生物が混入しないよう無菌化が保たれている。さらに焼き上がったパンはすぐに冷却され無菌状態で包装されるのでカビにくいんだ。
そして日が経てばもちろん錆びる。そうだったのね。2014年になると山崎製パンは臭素酸カリウムの使用を中止した。え、そうなの？あまりに叩かれすぎたから？いや、臭素酸カリウムを調達していた唯一の国内企業が製造をやめてしまい入手不可となったからだ。山崎製パンが求める高度な基準を満たす製品は海外にもなく断念せざるを得なかったんだ。なので2014年以降は他の添加物で代替してパン製造をすることとなった。なんだ、臭素酸カリウムが使われていたのは2014年までだったのね。じゃあ私は何も心配することなかったんじゃない。その後、2020年2月に山崎製パンは臭素酸カリウムの使用再開を公表したぜ。え？条件を満たす高レベルの臭素酸カリウムを製造する海外企業を見つけたからで、品質の安全性、安定性を何度も確認した上での再開決定だそうだ。でもさ、大体のものでやってこれたんでしょ？なぜ叩かれるような発がん性物質をわざわざ使用して再開するの？さらにパンを美味しくするためだそうだ。確かふっくら焼き上がるんだっけ？それだけじゃないんだぜ。水分量は均一できめ細やか、しっとりした生地に良い香りが長く続くんだ。聞いてるだけで美味しそう。山崎製パンでは改良前と改良後のパンで消費者モニターによる食べ比べテストを実施した。全体的な美味しさ、香り、旨味など全てにおいて改良後に軍配が上がった。全て？また公表後のツイッターでも、山崎の調法順確かに前より美味しくなった。想像以上に美味しかった。高級食パンを食べた時の感動に近い、という口コミが見られたんだ。そして臭素酸カリウムが使用されているのは調法順、特選調法順の各食パンのみだ。それはなぜ？最終食品に残存しないことというのを覚えているか？うん、それが使用してもいい条件なのよね。各食パンは蓋付きのパン型で焼くことで温度上昇も緩やかで臭素酸の分解が進みやすい。一方、ロールパンなど蓋をしないパンは温度が一気に上昇するため臭素酸が残ることが多い。何度も実験を繰り返した結果に基づき各食パンにのみ臭素酸カリウムの使用を決めた。気になってるんだけどこれって分解されて完全に残らないものなの？検出限界未満といって検出が限界とされる 0.5ppb を下回れば残留なしと判断される。なので完全にゼロという保証はないんだ。ちなみにその 0.5ppb とはどれくらいなの？25メートルプール100杯分に対して小さじ1杯の 5g だそうだ。ピンとこないけど微量ってことはわかるわ。パン1万トンに対して小さじ1杯、または食パン2億5000個に対して小さじ1杯だ。よくわかりました。実は水道水やミネラルウォーターにも臭素酸カリウムは使用されていて、残留基準は 10ppb でパンはその20分の1だ。知らなかったわ。山崎製パンでは製造管理マニュアルのもと、定期的に臭素酸が残存していないかの確認を徹底している。公表にあたっては、どんな質問にもお答えしますという姿勢を見せているぜ。再び臭素酸カリウムを使用するってことでまた叩かれたのでは？それがそうでもなかったんだ。臭素酸カリウムを使用することは法的に公表する義務なんてないのにあえて公表したわけだ。食に関しては不透明な部分も多い中であえてネガティブな情報を先に伝え、科学根拠に基づいた安全性を説明し、隠さないということが評価された。なるほどね。確かに知らないうちに使用再開して後で詮索されるのとは大違いだわ。この公表に消費者からは、公表してくれる企業は安心できる、それでも気になる人は買わなければいい、という肯定的な意見が寄せられた。またツイッター上でも、公表記事を見て調法順食べたくなった、記事見て調法順買いに行ったら売り切れてた、と宣伝効果もあったようだ。公表は大正解だったのね。しかし無添加やオーガニック推奨派もいるわけで、山崎パンをよく思わない人たちも一定数存在する。その根底には臭素酸カリウムの使用にあるようだ。山崎製パンでは災害時に無償で食料支援をしているがそれすら気に入らないご様子だ。何年か前に北陸が大雪で車が動けなくなった時に無償でパンを配ったのよね。ニュースで見たわ。阪神淡路大震災の時も東日本大震災の時も被災地にはいち早く駆けつけ支援供給を行っている。山崎製パンでは自社トラックを保有し、独自の物流網があるためリアルアンパンマンが可能なんだ。1973年に武蔵野工場が全焼したことをきっかけに災害時の対応には力を入れているそうだ。とはいえなかなかできることじゃないわ。
震災の時も、災害が起きたのだからパンを配るのは当然ですと山崎製パンは回答。また非常時にはドライバー判断でパンの配給をしてもいいと社内規定で決められているんだ。なんというか見たよう。被災した人たちもこういう差し入れは助かるわよね。2022年8月新潟豪雨の避難所への差し入れには多くの避難民が助かりましたと感謝を寄せた。するとツイッターで無添加にこだわる福岡のカフェ、素顔の見える飲食店リセルキッチンが物申した。迷惑なおせっかいで売名だと思います。体力、気力を奪われる災害現場で、空腹感を一時的にしのぐだけで、むしろ体力、気力を削ることになる添加物まみれの超加工食品。これで賞賛を浴びる山パン。よくできています。という内容をなんと店のアカウントで投稿した。これは炎上まっしぐらでは？ネット民は即反応し、自慢の無添加のやつを被災地に届けるがいいぞ。よかったね自分も売名できて。被災地から遠く離れたところで支援に文句、被災された方にも山崎パンにも失礼、などなど大炎上となり謝罪投稿があったもののその後も炎上し続けた。ちょっと間違えちゃったかな。では最後に添加物とは何も関係ないところで山崎製パンが叩かれてしまった話を見ていこう。どんな？山崎パンは春のパン祭りの他にもコラボキャンペーンをよく開催している。2021年にはエヴァンゲリオンとのコラボで人類保パン計画なるものが好評だった。他にもワンピース、キングダム、ディズニープリンセス、すみっこ暮らしなど、ファンなら思わず手に取ってしまいそうな商品だ。中身は同じってわかっていても買いたくなるのよね。2019年にはヒカキンさんの兄セイキンさんが山崎パンとコラボ。だがこれがあまりにも不評だった。パンにはセイキンさんの笑顔のおすすめシールが貼られているのだが、食欲なくす、シールのせいで味が落ちてる、セイキン選んだやつ首にしろよ、買わない、と炎上してしまったんだ。ヒカキンさんはみんな知ってるけどセイキンさんは知る人ぞ知るだから誰ってなっちゃうのかも。一瞬手に取って山崎健人の方に変えたという声もあったが、中身のパンは同じなんだがな。買い占めたパンを食べる気になったか？これで飢えなくて済んだわ。でもね私が買ったパンは各食パンじゃなくて全部アンパンとクリームパンなのよ。霊夢、違う病気を心配した方がいいんだぜ。ん？それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。